皆さんこんにちは、マンチャンネルです。今日はですね、大分県の豊後高田市と木次市にまたがる九州百名山の俵山にやってきました。通称のこぎり山ですね。そして今日はですね、これですね、熊の磨崖仏って言うのかな、ここの登山口から登っていきます。今日は名越さんも一緒でいいです。では行ってきます。めちゃくちゃ天気いいですね。最高ですね。苔がまた苔いいですね。咲いてますね。もうめっちゃいいや。めちゃくちゃ綺麗。なんかこれがまさしく山地感ですね。なんか今日調子いいですね、野口さん。調子いいですね。ほらね。今日もよろしくお願いします。すごい石段。あ、すげえなこれ。面白いですね。熊野磨崖仏に到着しました。おお、すごいですね。熊野神社に着きました。何やこの道、やべえ。両サイド崖ですね。落ちたら終わりです。道幅も狭いです。もうこういう細い尾根道、個人的には大好きですね。怖いですけど。これ渡るの。やば、ここ危な。お、途中で見つけたとこなんですけど、おっと、なんかすごいとこあった。お、わ、なんこれ、え、ウォーク、断崖絶壁ですよ、ここ。うわ、うわ、でもすごい景色が。うわ、ちょっとガスってますけど、めっちゃいいです。うわ、やべえな、ここ。うわ、うわ、崖です。危な。うわ、やべえな。よいしょ。はい、分岐にやってきました。やばい、気持ちよすぎる。危ねえ。うわ、え、この先は、え、これ行く、え、これずっと渡っていくわ。
マジか。やばい。うわ、怖。マジ怖い。うわ、やばい。マジやばい。うわ、これ右やばい。危ね。黒神山よりここやばいですよ。マジ足が震える。気をつけてくださいね。マジでちょっと慎重に、慌てなくていいですよ。すごいです、もうこれ落ちたら本当にそういうことになります。やばいでしょこれ。マジやばい。もうね、細い尾根道が続きます。いや、やばいなここ。またこれ登る？うわ、景色すごい。すげえなこの道。いや、落ちたらアウトですよマジ。あ、ロープがある。そうやね、ロープなかったら。わっ、わっ、なぜここやばいっすよ。やばいっす。しっかりロープ握ってゆっくり降りてください。これ道合ってますよね。道、そうっすね。ロープにテープがついちゃうんで。これ、今分かったんですけど、無名岩でしたね。読み方が無名じゃなくて無名岩です。うわ、これ雨の日絶対に登らない方がいいですね。うわ、クライミングですねこれ。すごい岩があります。うわ、そしてここから行きます。やべえなここも。うわ、相当下りですね。大丈夫ですか？本当ちょっと気をつけてください。かなり急勾配で。狭いっすよ。うわ、大丈夫ですか？うわ、細っ。無名岩を下から見たところですね。やばいっす、すげえこれ。うわ、マジ危ない。
何この山、うわ、やば、あ、すげえ、うわ、怖っ、やば、うわ、崖です、怖っ。やべえ、ここずっと歩いていくん、やばくね、うわうわやばい、ここうわすごい道、いや、そこやばくないですか？あら、無名岩、あ、無名岩、さっきのとこね、そこ気をつけてくださいね、ゆっくりゆっくり、やばっ、今日ここから登ってきましたね、今ここです、で大観望行って、今日同じ道帰ります、大観望だって、もうちょっとと思うんですけどね、やべえな、こんな道が続きますね、いや怖すぎる、うわ、気をつけてください、これ動画で説明するのが難しいですね、かなりやばい、ここ急でこんな山とは思いません、うわちょっとこれは激しいかなと思います、やばい、ここここやばいでしょ、真下でしょ、真下マジで危ないっす、帰りここ逆に登って帰るんですか、またでも下りの方が危ないですよ。ですよね。なんか小学生で遊んだアスレチックを思い出してますね。これからも降りていいですか？あ、降りていいです。もうあと。うお。危ねえ。やば。これ登るんか、気をつけてください、もうこんだけ体力奪われて、すごい軽々しく登る気すごいですね、やばいっす、あれ行くんか、気をつけてください、最後の多分難関と思います、ここ
うわやばいな、すごい、気をつけてください、やばい、これは本当危ないぞ、うわ怖っ、やばい、もう全然ちょっと動画では伝えることは難しいですけど、もうすぐか、なんていう道なの、うわ石が転げて相当下まで行きます、うわ、うわ、はい、大看板まで 70m です、あとちょっとです、あなんこれ最後の最後にこれでも最後なんで気をつけてください、あとちょっとです。じゃあ僕は GoPro 持って登ります。片手はちょっときついな、でも。うわ、怖っ。もうちょっと、うわっ、うわ最後、最後、うわっ、ああ着きました、俵山山頂大観望 542m 登頂しました、うわーすげえ、いやー頑張った甲斐がありましたね、いやー素晴らしいです、360度、いやー大変やったですけど頑張ってきてよかったです、これずっと歩いてきたんか、うわ本当のこぎりですね、よし名越さん下山しましょうか、はい、行きましょう、いきなりっすよ、ね、いきなりしか多分全部こんなんや、あマジでこれ来た道帰るって考えたら怖いですね。あぶね。うわ。うわ。これ下りの方が危ないですよね。上りより。うわ。これずっとこれ帰るんか。すごい道やな。お。コースドリンク最高です。ありがとうございます。大分なんでカボスドリンク飲みます。はい、今降りてきました。降ってきました。お疲れ様です。どうでした？最高です。久
つかったですね。きつ、5段階評価で言ったらきつさ5、怖さ5ですね。どっちも怖いですか。どっちも怖いです。初めての経験ですね。まさしく本当四つん這いコースです。なんですか、四つ。四つん這いコース。四つ。四つん這いなんですか。そうそう。やばい。クラッチで疲れて帰りは足が上がらんすね。本当。相当やばい。いやちょっとあれですね。まあ、きつさはまあ。まあまあきつかったんですけど、危険度がやばかったですね。危険度は多分僕過去最強です。過去一ですね。黒髪山よりも全然怖かったです。怖いのがずっと続いたっすね。ずっと続いてもこんな感じですね。ラスト30分とかもずっと怖い。うん、本当ノコギリの、ノコギリ山って言われるやつだって、ノコギリの上をずっと歩ける感じですね。いやー面白かったですけどね、面白かったですけど、高いとこ好きな人とか、興味のある人は来てみてください、はい、面白半分では絶対来ない方がいいです。結構事故も多いしリタイアする人も多いみたいなんで、もうあれ本当に油断して登ったら落ちたら死になるのででも良かったですね。天気も良かったんで、はい、山頂からの景色は最高でした。360度も見れました。いや良かったですね。ちょっと来たかった山なんで、はい、今日来れて良かったです。付き合ってくれてありがとうございます。ありがとうございました。今日はですね、大分県の、豊後高田市と杵築市にまたがる、九州百名山の、田原山です。通称のこぎり山ですね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。